ニュージャパンワールドをご覧の皆様、ロス・インゴベルナブレス・ジャパン、内藤哲也です。6月30日日本時間では7月1日の朝になるのかな。フォービドゥンドアでジョン・モクスリーの持つ IWGP 世界ヘビー強座に挑戦します。 IWGP 世界ヘビー強座を海外に流出させてしまったのは俺なわけで、じゃあ俺が責任を持って取り返してこよっかな。フォービドゥンドアでジョン・モクスリーに勝利し、そして IWGP 世界ヘビー強座をここ日本へ持ち帰ってきますよ。てかさ、ジョン・モクスリーってどういう立ち位置なの？この前大阪城ホール大会にて行われたドミニオンで第三世代を引き連れてイービルと戦ってたけど、第三世代の親玉なの？あとみんな知ってると思うけど、この前ジョン・モクスリーがジョシュ・バーネットと対戦したんだけど、その時新日本プロレスのジャージ着てたんだって。あれ、あなた新日本プロレスのレスラーだっけ？新日本プロレスで戦っていきたいとかなんとか言ってるようだけど、あなた AEW 所属でしょ？ AEW は背負ってないの？いや、ジョン・モクスリーはすごい選手だよ。 WWE で世界ヘビーのベルトを取り、 AEW でも取り、そして俺から IWGP 世界ヘビー強座を取ったんだからね。でも新日本プロレスを背負って戦うみたいなことを言うなら、もうこの際 AEW 辞めて新日本プロレスに入ればいいじゃん。こんな立ち位置のはっきりしない IWGP 世界ヘビー級チャンピオンってどうなの？だから俺がアメリカへ行き IWGP 世界ヘビー級王座を取り戻しますよ。ニュージャパンワールドをご覧の皆様、アメリカの地でデハポンの大合唱をし、そして IWGP 世界ヘビー級王座を日本に持ち帰ってきますよ。楽しみにお待ちください。ではでは、アディオス。内藤選手、実はもう一つお願いがありまして。あんの？なんすか？ニュージャパンワールドで1分でわかるシリーズをやってるのをご存知でしょうか？それは見たことありますよ。今回の1分シリーズなんですが、ジョン・モクスリー対内藤哲也を内藤選手に解説お願いしたいんですが、よろしいでしょうか？それ1分で俺が1分で？いや、それは無理だな。それは無理だわ。ちょっと無理ですわ。なんとかお願いします。いや、できないっすね。もう俺もうやらないっすよ。お願いします。もう無理っす。オクパード忙しいんでね、もう帰りますよ。More than just a phrase. It is an invitation. It is the Forbidden Door. AEW and New Japan Pro Wrestling come together once more for a true global event. Who wants to step in whose house? Will Ospreay will challenge for the AEW World Championship. You find out I am the ice of OLE Wrestling. Forbidden Door.